郵便社日本郵便低層株式会社とは日本にかつて存在した株式会社である。郵便事業株式会社から委託を受けて郵便物、郵パック輸送を受け持つ会社の一つであった。多くの郵便事業会社の支店から館内のポスト収集もを受け負っていた。略称は日程赤い郵便社として親しまれていた。旧郵政省のファミリー企業の一つで社長は 郵政省有務局長の代表的な天下り先となっており、役員は旧郵政省と旧前提から着任していた。そのため、形式的には外部委託であるにもかかわらず、郵政省時代は、郵政省職員が自ら郵便物輸送やポスト収集を行うよりも、日本郵便提送に委託した方が、高コストになるという、民間企業では考えられないことが行われた時期も、 あった。郵政民営化に伴い、出資関係のない企業を実質的な子会社として扱っている状況の是正のため、郵便事業株式会社の子会社である、日本郵便輸送準備株式会社が TOB を実施することになった。2009年1月1日に、全国の同様のファミリー企業13社を、日本郵便提層に吸収合併後、2月1日に、 日本郵便輸送準備へ合併させることで統合を行い、日本郵便輸送株式会社へと社名を変更した。会社設立は1942年12月1日である。それまで郵便専用自動車の運行事業者は、経営規模が比較的小さいものが多く、各地域に小規模の事業体が多数存在する形であったところ、日中戦争、太平洋戦争の勃発に伴う、 戦時体制下で燃料、資材等の調達が統制される一方、陸上運送事業者の統合、集約化も推進されることとなり、郵便専用自動車の運行体制確保に懸念を生じることとなった。このため、停心省は、郵便専用自動車の運行をもっぱら担う、全国規模の事業体を設立して、運行体制の確保を図ることとし、停心共済組合等を主要株主とする。 商法準拠の株式会社として当社が設立されることとなったもの。設立に伴い、全国の郵便専用自動車運行事業者の統合、等が推進された、低新商、郵政商による直接の出資関係はなかったものの、設立の経緯から、郵政事業とは密接な関係を有しており、郵政事業国営時代末期の1990年代においても、筆頭株主は、 郵政省職員共済組合であった ABC 郵政省編、続定新事業史、第三巻郵便、前島会、1960年、P455P483 日本、経済新聞社、会社総欄未上場会社版1995年版、より、ありがとうございます。